はいどうも、なおちんです。さあ今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ来ました。ドルワームクエストですね。ここが一番難しいと思ってます。縛りプレイじゃない時ですら、俺ね、かなりね、苦戦したんだよね。レベル50半ばぐらいで行って、何度か全滅してるんで、ここはね、やばいと思う。まあ、とりあえず、レベルはこんな感じですね。50半ばとなってます。で、パーティーもね、これでいいかな。ダストン入れようかなとも思うんだけども、まあ、とりあえず一度、ラグラス・フーラと主人公ヒューザー、これで行ってみたいと思います。では、まずは、魔性魚からです。どうぞ。来ました、魔性魚。何がきつかったかっていうと、確かボディプレスを2連続でされた時、両方とも連続でもうボディプレスってやられた時が全滅してたんだよね。うん。でも多分150ぐらいくらいそうだから、フーラやばいんだよね。まあ暗黒の霧でなんとかならないだろうか。まあとりあえずフリーズブレードで、おっしょ、オッケー。まずはこれからよ、まずはこれ。シャインスコールどれぐらい入るか。まあ、光が弱そうだしね。効くでしょ。効く！いや、わかんない。会心だからわかんない。わかんないです。まあ、とりあえず、風切りで、ヒューザもね、主人公も攻撃力を上げていきましょう。まあ、ルナナは、あんまり、意味はないかなとは思ってます。ここだよね、ここを、いや、守りの霧もちょっと難しいとこだな。どうだろう。あ、もう最初から暗黒の霧入れとくか。いや、違う。こっちでいく。で、ラグアスが多分、だね、ラグアスの方が動きは後だ。後というか前だな。だから大丈夫ですね。シャインスコール。会心じゃなかったら、会心じゃなくてもダメージかなりいい感じ。ぶん回しちゃえ。まあ、ヒューザーはこんな感じでいいですよ。で、風切りね。で、ここでラグアスが動けるんで、ここで暗黒の霧を入れましょう。霧が入るとだいぶ違うでしょ、ダメージが。やばい。なるほど、猛毒があったか。なるほどね、それがあったか。いいか、大丈夫。そんなダメージも受けないし、いや意外とこれ余裕かもしんないぞ。うん、もう半分だよ。で、マヌーサ効いてるから、いやこれ余裕かもな。ちょっと待って、ここは攻撃じゃなくって回復もいらないね。追い風入れとけ、一応ね、念のため。んでもってホーリーライトぐらいで攻撃しとく。いや、これだ、聖呼びでラグラスだけでも残るようにしとけばいい。多分ボディープレスが来なければ。来た、大丈夫、全然いける気がする。やっぱり暗黒の霧がだいぶ効いてるんだろうね。全然そこまで痛くないし。回復、で大丈夫ね。さっきのダメージ見たところ、ヒューザに2回ともボディープレス来ても耐えれそうなので OK でしょう。ホーリーライト、いやー、待て。バギムーチョの方がいいな。いいダメージだわ。めちゃめちゃいいダメージ。これ余裕だわ。全然ダメージ受けないもん。はい。余裕。俺なんかこれに、苦戦してたの、全然余裕で勝てたよ。来ましたカバルナですね。翼は絶対倒さないといけないよね。翼は倒さなきゃいけないよな。まあ、とりあえずいつものフリーズブレードだよね。フリーズブレードで動きを止めれないな。シャインスコールどれぐらいいく？あー、まあ大丈夫でしょう。大丈夫で、ここは風切りでいって間に合うね。ラグアスの方が早いよな。うわ、違った。メラゾーマよー、ギリセーフ。あ、じゃあここは回復を入れてベホイムしちゃって、でフーラで次におー、なるほど。翼が様子そうだよね。攻撃してくるもんね。無理かもう直接攻撃した方がいいかな。なんかそんな気がしてきた。翼の方がなんかやわいから、翼をちょっと後回しでヒューザは本体に攻撃しようかな。暗黒の風、はい、おし、目くらませた。これでいいんじゃない？んで、炎とかは多分ないよね。炎ないよな。ならば聖なる祈りで回復量を上げときましょう。いや、下げたと言っても結構くるな。やべえ、スクルトとかやられてる。マジバリ。ああ、なるほど。ああ、補助してくるのね。なるほど。でもね、もう一回フリーズしようか。もう一回して効かなかったらもう次から渾身だ。あ、サミダリ入れか。無理か。サミダリ入れよう。シャインスゴール、ナイス。なんか先に攻撃しそうな気する。先するよな、これ多分。だからちょっとここは無限で防御を上げて回復もしよう。あ、よかったよかった。ここはベホイメで間違いなしね。イオナズンそんなないでしょ。下げてる。全然大丈夫。オッケー。マヌーさん、あー、そうか、そういう感じ。いや、でも大丈夫。もう後ろは主人公に任せていけ。いいダメージ。これ風切り入れればもうちょっといくな。よりもナイス。いいね。これで確実に俺たちの方が早く動けるようになるんでいいでしょう。やばい攻撃が来なければ大丈夫。スクルトも2段階入ってるね。まあベホマラ行きましょう。ちょっとでもね回復しといた方がいいもんね。ドルマはどれぐらいいく？ 64、 全然 OK。 バカ野郎、凍てつく波動、最悪だ。マジでか。せっかく育てたのにそんなことある？もういい、OKOKOK。凍てつく波動かよ。でもまあ翼はねもう倒せそうだからいいや。でもショック。必殺技行こうと思ったのにやっば。おーし、ニヤニヤ笑った。 OK、 暗黒の霧、よし OK。 いいね。なんか MP パサーだったら全然 OK よ。HP パサーはちょっとうざいけどね。でも75だったら全然いいか。スタミナレー、はい。もうとにかくシャインスコール、もうシャインスコール様々。本当にヒューザ、いや回復したがいいだろうな。風切りだ。ちょっとラグは先に動け、頼むよ。よし、ナイス。ベホマラーでいいね。よし、完全回復。メラゾーマ多分50ぐらい、うん、大したことなし。 MP パサー、HP パサー問題なし。 OK。 なんか結構余裕な気がするぞ。本当に倒したんじゃない？お、翼倒した。余裕じゃない？ここからが本気？いや、まだこいつ半分も減ってない。そこちょっと怖いとこかもしんないな。別に何もないか。そうね、とりあえずは大丈夫だから一応防御上げてみるか。うん、1個下がってたしね。で、まあ一応これか。聖なる祈りは入れておいた方が間違いないしね。うわ、来た！痛恨かよ！痛恨かい！ちょっと待て。まあ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 、バーニングバードでいいダメージで、これ耐性下げればもっといくね。世界樹の葉の方がいいか。でラグラスダメか、攻撃されてやられそう。うわ、危ねえ。うっそ、マジでか。そうきたか。再挑戦でーす。左の翼があと一発ですね。で、カバルナも HP 半分まで持っていけました。まだね、誰にも怒ってないので、ここでヒューザを、ターゲットにするように仕向ければどうだろうか。暗黒の霧しても意味ないんだよな。ヒューザを回復しときましょうかね。 OK、 イオナズン、まあまあまあ大丈夫で、次の攻撃で、あ、うわ、主人公に来てる。危ねえ。ヒューザが攻撃をすればどうだろうか。待って待って、これで翼も一緒に倒せるし。あ、倒せない、マジか。バーニングバード、翼をね、あー、あ、違う、怒らない、怒らないか。あれ、怒るかなと思ったんだけどね。どうする。まあ無限の風だ。あとはもうビリバリと、やっべえ、おー、あぶねえ、危ないって。まあベーフォイムでしょ、間違いないね。あとビリバリとバードでなんとかならないだろうか。ダメか、体勢下がってくれないな。よし、 OK。 風切り、ちょっと待って、主人公を狙ってるような気がしてちょっと怖いんだよね。主人公狙うなよ。暗黒の霧、はい、うわ、うっそ、もう痛恨が怖い怖い。いつ痛恨が来るかちょっともうドキドキするね。いけ、はい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 。あ、うわ、ちょっと待って、やばい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 。主人公に怒った、ちょっとまずいぞ、ちょっとまずい。でもどうしようもない。とりあえず暗黒の風で、うーわーカバルナって確か翼倒さない方が良かったっけ。なんかそういう風な記事を見たことあるような気もするんですよね。ちょっと今回は翼を攻撃せずに、本体だけをちょっと狙ってます。一回それで試してみよう。なんかそういうのがね、あった気もするんだよね。うん、気のせいかもしれないけども、爆裂剣みたいなのはしないような気もするんだよな。痛恨が出なければ、おーいってもう超ギリギリじゃん。ちょっと待って、ラリフォーマー、いやーこれきつい。終わったわ、これは。終わったでしょう。もう世界中の雫だ、こういう時は。旋回、うわこれきついって。まさかのラリフォーマーで、主人公でしょ、どうせ。あ、違った。全体ね。で、次、主人公でしょ。もうどうしようもない。みんな次、目覚ます？覚まさない？覚ましてくれ。頼むよ、みんな。バカ、もう。うわ。うわ。うわ。終わった。終わった。次はどうだろうか。右の翼が、ラリフォーマー使ってきたので右だけ倒しました。うん、これで、ラリフォーマーも防いだし、爆裂剣も防ぐ。うん、痛恨が出なければいけるんじゃないの。うん、さっきの本当にね、ラリフォーマーは痛かった。あれは痛かったぞ。いや、まずはこれからだ。防御力も減ってるしね。暗黒の霧しても意味ないか。あ、いや、意味あるわ。暗黒の霧。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。こっからもう主人公を狙い出したよ。主人公を狙い出したらマジで要注意。あとはビリバリとバーニングバードでガシガシ減らしていくだけ。やっぱりね、風切り入ってないとそんなダメージないね。バイキルトはものすごい重要。ラグアスもね、なんかそれっぽいの使えればいいんだけども、使えないんだよね。特にやることもなし。うん、ないね。聖なる祈り。よし、オッケー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 。いいよ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 。多分通常攻撃で、あ、いや出るわ。痛恨出るわ、出る。痛恨はまあとにかく注意、まあ、注意しようがないんだけどね。でもまあもう食らわないようにもう祈っときましょうよ。はい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 。風切り。ドゥナの攻撃で左の翼を倒されないかちょっと心配。うん、でもまあまあ大丈夫でした大丈夫でした。よしよし、オッケー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 。マヌーサがめちゃくちゃ効いてる。マヌーサがマジで最高。オッケー。そろそろ 25% になるんじゃない？なった。いける。今回は倒せるぞ。よし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 。いいダメージ、いいダメージ。翼倒すなよ、バカ。本当に。頼むからね。別にもう攻撃されてないから、行きましょうか。ベギラゴンぐらいがいいか。ムーチョの方がいい。あ、ベギラゴン効く。ベギラゴン効くよ。ここは作るとあんま意味ないかもね。ムーチョしとけ。いいダメージだわ。最高。やばい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 。完全にやばい。痛恨やめろよ。痛恨やめてくれよ。頼むよ。おーし、セーフ。何もすんなよ、何もするなよ。よし、HP パサー OK。いける。これはいけるぞ。よし、いけたー。はい、ということで、ドルワームクエストクリアしました。50半ばから後半にかけてぐらいのレベルだね。うん。まあまあ、攻略をしっかり分かってれば、なんとでもなる感じですね。うん。翼は片方だけ倒す。うん。それだけかな。あれ、両方倒すと、爆裂剣みたいなのしてくるし、右の方かなを残すとラリ4まで眠らされるし、それさえ注意すれば何とでもなるやつでした。はい。ではもうあとはね、もうボスぐらいか。だよね。うん、頑張っていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。